どうもお疲れ様です。たった今、東京都知事選のネット公開討論会を拝見しました。もう本当に明らかだったかなと思いますね。え東京都をどうしたいのか、ひいてはこの国をどうするべきなのかということが明確な石丸さんに対して、自分の実績をちょろちょろと誇る。 小池さんそしてごまかしの回答相変わらずしていてイエスなのかノーなのかわからないことばかりをグダ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 喋ってる小池さんごまかしのまあ女神ということですかねそれから蓮舫さんも似たようなもんです人の荒をつついてただ女同士で火花を散らしているだけというね茶番にも程があるということでもう完全に枠外ですこの2人はなんかこの 女のっていう風にくくるのは非常に嫌なんですけどもこの2人のせいでまさに女の浅知恵っていうところがね露呈したんじゃないかなと思いますこの2人の女性のせいですよ女性の評価が落ちるのは私はそういう風に今回の限られた時間を見てね思っちゃいましたまあこういう人がいる限りは女が政治に口を出すべきじゃないっていう風に思われてしまいますから本当にね自分の立場とかではなくってこの 都民のため、国民のため、未来の死死尊重のために戦ってもらうべきかなと思います。で、石丸さん、すごくいい質問をされました。それは10年後、20年後の姿です。石丸さんには10年後、20年後の姿、東京も人口減少に巻き込まれるんだということをね、しっかりと私たちに警告してくださり、そのために勝利の方法は、少数制であること、つまり、東京都が経済、 国であるシンガポールのようにね人数は少なくなるんだけども一人一人が稼げる人間になるこれはとっても夢のあることだと思いますどうですか皆さん東京都民の皆様そして日本国民の皆様一人一人が稼ぎるようになるそのための道を石丸さんが専門家として指し示してくれるわけですよ例えばねネットで利益を上げる方法っていうのは私は このようにやってますけども多分石丸さんも得意でしょう実際にスーパーチャットで世界一の売り上げを出してますねでもこれ小池さんや蓮舫さんや田母神さんにはこういうゲットは不可能でしょうどっかで長時間労働するか公金による給料をもらうかそのぐらいしかないはずですでも石丸さんが売り上げを上げた方法ってのはこの4年間ね私たちにもできる方法で 示しててくれてるんですよどうでしょうかね東京都民の皆様がこうやってライブ放送や YouTube のショート動画などを通じていわゆるバズる効果を出してね稼ぐただそれだけじゃないですよ企業経営としても金融のプロとしてもアナリストとしても東京都民が一人一人がこうやってねたった一人で稼げるようになるそういう10年後20年後とっても夢があると思いませんか とてもじゃないけども、10年後、20年後の経済や、一人一人が稼げる環境を作るために、責任を持つとは、小池さん、蓮舫さん、思いませんね。田帆神さんですら、積極財政ということを連呼されてました。もちろん私は積極財政、大賛成です。しかし、所詮は積極財政ですよ。私たち個人個人が稼げる力をつけるわけではないです。だから、積極財政も必要なんですけども、 プラスアルファ、私たち一人一人が一人で稼げる力、場合によっては瞬間的なタスクフォースを組んで稼げる力、チームの力、こういったものを見せてくれない限りはとてもやっていけません。小池さん、蓮舫さんが今豊かになっている方法は政治家になってインチキをしなければできない方法です。とても私たちのように 心が狭くてて正しいいことだけやっていきたいといとう国民には向きこすずるくせこくインチキやってごまかして電通と組んでみたいなことをしてでも自分だけ稼げればいいんばっていうのねそんなずうずしさは私たちは持ち合わせてないですからね。というの神さんはやっぱり誠実な方なんですけどもいかんせんお年がお年なんで20年後の東京に何か背負うものがあるとは残念ながら思いません。 思いはあるでしょうけども、実際に20年後の第一線として、もう生きてはらっしゃらないと思うんですよ。やっぱり、自分の余生を振り返りながら、最近の若いもんは、みたいな感じで見ていくのかなと思います。むしろでも、タボガミさんにはもうね、あの、お休みいただいて、若いものが頑張る姿を、目を細めてね、見守っていてほしいなと思います。 優しいおじいちゃんとしてです。はい。えー、ということでね、どう考えても、石丸さん一人の、なんか、総取りだったような気がします。そして最後にこういう風に締められました、石丸さん。自由な発言をと言われたところで。司会の方が冒頭に、それぞれの政策が分かりやすい討論をお願いしますという風に言われてたと思います。私もそう覚えてます。石丸さんはそこに、やっぱり、引き戻していただいてね。 みんなできてなかったじゃないかってことを言われてるんですよ。確かにその通り。一貫して分かりやすかったのは石丸さんだけです。石丸さんは俺ならできるということは一言も言いませんでした。最後にこう言いました。皆さんの奮起に期待します。こういうことなんですよ。私に私にという3人の他に石丸さんは皆さんの奮起を期待したわけですよね。はい。日本がどっちの方向に向かうのか 今回の東京都知事選は都民の方責任重大です。私からもお願いしますけども、皆さんの奮起に期待します。私にはもう準備ができています。それでは。